マギステルス・バッド・トリップは、角川が提供する、ウェブ小説投稿サイト、各読みにて、釜池和馬が2018年9月28日より、投稿している、ウェブ連載作品。2019年1月に設立された、電撃の新聞絵より、2019年1月17日から2020年7月17日まで、書籍化された。担当編集者は、三木和馬、小野寺、 アナン、中島、山本、ミジ。マネーゲームを題材にした、新感覚、クリミナルアクションと銘打っている。イラストレーターは、同作者の別シリーズ、インテリビレッジの座敷堂、最強をこじらせた、レベルカンスト牽制女、ベアトリーチェの弱点その名は、ブーブー、吸血鬼の姉とゾンビの妹シリーズを担当した、マバヤが担当している。あらゆる非合法行為をゼトする金融取引。 バーチャルゲーム、マネーマスター。そこでの仮想通貨、スノーの影響力は、現実の世界にも影響を及ぼし、円やドルを超えて10億人以上もの人々に流通して、現代社会の経済と切り離せない存在となっていた。ゲーム内での応募は、現実社会の経済問題に発展する時代。チートプレイマガイの銃撃スキルと、奇抜な戦略眼を持つカナメと、 先バス型 AI パートナー、セリカは、現実の経済を守るために金融バトルに身を投じていく。基本無料の世界最大のオンラインゲームであり、課金は不可。推定アクティブユーザーは、全世界で5000万から2億人。あらゆる非合法行為をゼトする、オープンワールド型の金融取引ゲームに近く、土地、先物、証券取引などを駆使し、初期資金をいかに増やすかで競う ゲーム参加者は、ディーラーと呼ばれ、バーチャルアバターとして、バーチャル金融街と小夏市に身を投じる。レベルアップ制度などはなく、武器、防具、車両などのアイテムはすべて課金で購入でき、現金で売買可能。システムに対するハッキングやサイバー攻撃が成功した、事例は一度もない。また、誰が運営しているのか、どこにサーバーがあるのか誰も把握していない。 定型のイベントやクエストは存在せず、シナリオも運営サイドが用意されない。カーステレオのラジオなどのイベント導入とは、多くのディーラーが食いつきやすい、AI 企業側の大きな動き、程度を意味する。意識投入型のオンラインサービスだが、ヘッドギアのような機材は、必要なく、スマートフォンの画面から、人間の五感に働きかける表彰マーカーを発する、ことで脳内に、VR 空間を作り上げる。 ありがとうございます。